さても、夜半ばかりの頃、誰とも知らぬ騒行の来たり、我が心地をとを、何者なるぞと尋ねしに、我が世功が来べきよいなり、ささがにの、雲の振る舞い兼ねて知るしも、という、こかをつらね。すなわち、七尺ばかりの雲となって、我に血筋の糸を繰りかけしを、枕にありし膝丸にて切り伏せつるが、化粧のものとてかき消すようにうせしなり、これとも押すも、ひとえに剣の糸くと思えば、今日より膝丸を雲切りと名付くべし、南方既読なる、ことにてはなきか。